小さい、すごい小さい。本当に笑えるし、最後はもう泣けるし、でまたちょっと最後に裏切りがあるんですね。ネタバレになるから言えないんですけど、はい、とにかく全編面白い、でぜひ日本でリメイク系のどっかがですね、買い取ってですね、やってもらいたいと思いますし、すごくこれは当たると思います。はい、日本でリメイクするとは誰がいますかね。ですか。まあ、私もお母さん。ですね、マルスンさんを誰がやるかですよね。誰なんでしょうか、今だったら。ピン子さん。世代的にいいですかね。ピン子さんの毒舌な感じとかはいいかもしれませんね。それが誰かに。誰でしょうね。上野樹里ちゃんとか、ちょっとコメディエン的なね、ちゃんとそういう経緯ができる女性がいいですよね。はい、いかがですか、森さん。いや、私は本当にこういう立場でどうしても見てしまいますので、なんかその見てて、その息子を20歳に容姿が変わってしまった自分の息子に対しての愛情を、その20歳、姿は20歳なんだけれども70歳の心で息子に話しかけたり、息子を見つめるその優しいお母さんの姿にすごく胸を打たれまして、初めはすごい内容だけパーッてあらすじだけを見ていますと、なんか読んだだけだと、本当にこうコメディーで楽しい映画で、こうファンタジーな感じなのかなと思ったんですけど、なんか本当に現実こういうことが起きてもおかしくないかなみたいな、そんなリアル感もある映画でした。今日の新人形さんとお会いしました。はい、初めてです。初めて、はい、可愛らしいお嬢さんで、なんか小さい頃からやっぱり、ね、お仕事されてるってことで、とても芯のしっかりした感じの方で、ですね。はい、北斗さんはね、まあ、前のか、サリーの頃から、まあ、僕はそれ一方的に僕が応援してたんですか、勝手にそのオッサニーっていうものを結成してやってただけだったんで、はい、そこからだったんですけど、昨日僕はある仕事でちょっとお会いしまして、はい、で僕は勝手に日本のオッパだってお兄さんでね、ですね、言って、僕のこと呼んでいいからって彼女に言ってですね、それっきり今呼んでもらえないんですけど、全く呼んではもらってないんですけど、はい、僕は勝手に日本のオッパっていうことにしてますけど、はい、はい、まあ、この映画の中ではね、まあ、70歳のおばさんが20歳に戻って、はい、でバンドのね、お方に戻ってくるんですけども、はい、もし20歳に戻ったら、何を20歳に戻ったら、とにかく毛髪のケアをですねもうこんなことにならないように、まあ、こういう状態ですけど、本当青春写真館ですね、行きたいんですね、はい、こういうことにならないように毛髪のケアを20歳の頃からしっかりやりたいっていうのがですね、はい、はい、はい、私は20歳に戻ってまたもう一回ここまで生きるのかと思ったら、もう嫌ですね。なんか、いや、もうなんかすごい長、人生すごい長かったんで、だから人生長かった、そう、ここに来るまでが長かったので、だから、はい、もう私はもう20歳には戻りたくないですね。20歳まで本当にどう辛かったんですか。辛かった、いや、辛くなかったですよ、ええ、ただ一生懸命歩んできただけですけれども、うん、でもとにかく長かったです、なんか、はい、だから今やっとなんかこう楽しく過ごせているので、それもいい人生のね、そうですね、だからまた同じ道を歩かないように気をつけてです、ね、同じ道歩かない、アイドルにはもう何でもないってことですか。アイドルの頃はですね、忙しすぎてはっきり覚えてないんですよ、やっぱりいろんな出来事あったでしょうけど、でも今から10代に戻るんだったら10日間だけだったらいいかな10日間限定、はい、もっと丁寧に仕事をしたかったですね。なんか雑に入れたわけではないんですけど、眠かったので、やっぱりその辺をこう今でも映像を見ると、あ、眠そうだなと思うので、もっと生き生きとした目で
あの頃僕ら眠い人見てたんですか。そうなんですね。眠たかった人。いやもう本当2、3時間しか寝てなかったし。はい、そうなんです。毎日ね。本当マサさんねアイドル時代のそうですよ。もう本当ですよ。だって僕1970年生まれなんで、で82年デビューだからもう堀さんでしょ、もう早見優さんでしょ、きょんきょん明菜さんとかもあの変な世代の人たちっていうのはもう。お見上げるアイドルでしたね。はい。本当に大好きでした。はい。ね、はい。昭和用にもなんか悔しい。悔しいね。はい。ワッショイっていう歌を歌ったじゃないですか。はいはい。あの時に、ん？堀さんどうされたのかなと思って。まあなんか破れかぶれな感じですね。はい。どうしたのか堀さんとかって思いました。はい。いやもう本当に眠い中頑張ってた。眠い人が歌う曲じゃないですよ。ワッワッワッショイ、ワッワッショイっていう。覚ますというか、え、きつけ歌やっぱりそんな感じです。82年というとね、一番の前世時代のアイドルの、そうですね、花の82年って言われて、うん、言われてますし、今でもやっぱりあの年にデビューしたから今の自分があるんだなと思うと、本当それすごいラッキーだったなと思いますね。その当時のライバル心とかなんかそういうのなかったんですか、嫉妬心とか。いやもうそういうのも持てないぐらいすごい、もうとにかくスタッフのためにファンの人のためにで、もう自分のためにでもありましたけども、もうなんかとにかく走り続けるっていう感じで、だからもう二十歳の時にはちょうど辞めて大阪戻って毎日眠ってた頃ですね。睡眠取り戻すから、ね、睡眠を取り戻す、はい、寝だめをはい、はい、してました。眠い人見てたんですね。そうだったんだって感じですね。本当そうです。今でもいいおちゃんたちと、あの頃忙しかったよねって、ありがたいことだったんですけど、大変だったよねっていう話になりますね。土屋です物語も眠くやってたんですか。あ、もう眠かったです。もう究極に眠かったです。そうだった。忙しすぎて二十歳やめちゃった。もう一旦こうリセットしないと、だから衝撃の事実ですね。眠りたかったから辞めたってことですよ。本当ですよ。こんな理由で辞めてんですか。いや、それだけやっぱり、まあ、あの睡眠は大事なので。何の話睡眠ですよ。睡眠はすごい大事だから。あとね、はい、まあ、82年組、渋垣隊、あ、フックンでしょ。フックン、82年組、はい、ねえ、もうねえ大事にしてくれないと、香織ちゃんを。香織ちゃんも同期ですか。同期ですよね。そうですそうです。どうですか、そうです。いや、もうちょっと時が解決したら、ちょっと電話でぐらい、あの深くに入れてみようかなとも思ってるんですけど、うん、なんか、ね、タイミングがどんどんずれていってしまって、なんかかけづらくなっちゃう。来たばったするなよなってことですね。そうですね。まだかけてないんですね。まだかけてないんです。まだかけてないです。すいません。はい、だから何の準備もしてないです。ごめんなさい、よろしいでしょうか。もうじゃあ、また電話します。怪しい彼女ですよね。怪しい男の話をしてる。怪しい彼女です。怪しいどっかの社長の話じゃないです。はい。怪しい彼女。ありがとうございました。